まあ、このチケットも VIP なんですが、ここに来られる方々も VIP な方々。なるほど、はい。これからピッチレベルで、はい、あの選手たちのアップが見れるということで、なんと、はい、村井くん、バルセロナ、はい、今回はこちらの人だかりたくさんいますけど、本日ヴィッセル神戸とバルセロナが試合をするということで国立競技場にやってまいりました。アンドレス、あの今季退団がもう決まったということで、非常にもう楽しみな古巣バルセロナということで楽しみなゲームになっているんですが、人がすごい、すごいですね、すごいです、ものすごい人がいます。今日平日の今5時ぐらいですけど、いやいや、そうなんです、まだ2時間半後ぐらいなんですけど、はい、60万の席をアンドレスに用意してもらったので、はい、まあ、そちらでしっかりお届けしたいとは思うんですが、はい、早速いきましょう、はい、僕も言ったらフルスヴィッセル神戸なんで、はい、いや非常に、まあ、今季ヴィッセル神戸調子がめちゃくちゃいい、現在 J リーグ1位ですし、バルセロナもリーグ優勝してますから、そうですね、いや本当に楽しみな一斉にはなってんですけど、ということでこれから VVVVIP の受付、今日あのアンドレスからのプレゼントでシルバーチケット、はい、こちらもらいましたね、はい、1席60万円ということで、ものすごい席を用意してもらったので中もすごい豪華になってるので、早速行ってみたいと思います。はい、さあ来ましたよ、シルバーVIP、こちらがあれば、まあ、中で飲食もできるっていう、まあ、このチケットも VIP なんですが、ここに来られる方々も VIP な方々。なるほど、はい、でこの上もありますから、グレードはちょっとケータリングの方もいただきましょうか。じゃあ僕は大人だったのでアルコール飲ましてもらいます。じゃあ赤ワインください。すごい、さすがスペイン流の楽しみ方です、ね、そうです。じゃあ僕は子供なので、じゃあビールください。手元大丈夫ですか？いや大丈夫です、あの結構手ぶれが強い、あの、はい、カメラ買い直したんで。あ、本当ですか、はい、じゃあ後で企画書も書いてもらいますよ。はい、ありがとうございます。わー、いただきます。よっしゃ、じゃあ楽しみましょう。どうすか、おいしゅうございます。お酒を飲みながら、ご飯を食べながら、勝手に幸せを感じてます。お金持ちになったらこんなの買えんだろうなと思いながら、もうラス3レベルだったらもう買えるんじゃないですか。買えません。バルセロナとヴィッセル戦ってるじゃないですか、うんうんうん、その時ナスさん出てますもんね。その時のバルセロナ覚えてますか？全然覚えてないです。なんかグリーズマンとかもいたみたいな、はい、いましたね。意外とキャリアの中で、はい、バルセロナ3回か4回戦ってるんですよ。あ、そうなんですね。それでこそ、まあ、その時は、まあ、グリーズマンだったり、はい、でその当時はロナウジーニョとかいた時代、それマリノス時代ですか？マリノス時代です、はい、マリノス時代に3回やってんのかな。でデコとかラーションとかブジョールとか、はい、でイニエスタ、シャビンメッシ、はい、あのメッシがまだいない。あ、メッシまだいないんですか？いない。ロナウジーニョがいたから。おー、であの黄金の中盤、はい、全くボール止めれなかった、うん、でもその後あのエトーとかアンリがいる時代もやりましたし。あ、なるほど。意外とねバルセロナやってるんですよ、その親善試合で。リッシュの時もやりましたけど何もできなかったから覚えてない。なんとですね、うん、あのたまたまなんですが、元 GGR で僕あの所属してた時にお世話になった北川さん、僕所属してた時の GGR の、こんにちは、はい、北川やね。今はなんかお仕事的にいろいろ依頼しても大丈夫っていうことだったので、スタジアムツアーなのかみたいな、じゃあ呼ばせたら、ぜひお願いします。せっかくなんで、今日の注目選手誰ですか？大勢、はい、あのレッドじゃないんですけど、イニエスタ。あ、イニエスタ選手。あ、正解、正解です。正解です。
じゃあちょっとお仕事、これからピッチレベルで、はい、あの選手たちのアップが見れるということで、なんと、はい、リゼムチャンネルで、はい、4分の2で誰か2人が来るっていう、はい、ことになったんですけど、まあ、リゼムチャンネル見てる方はあの分かってるかもしれないですが、こちらの2人になりました。こちらです。いやー早ですね。あれ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 、ナジさん、本当にあれなんですよ。いやいやいや、いいですけど、たまたま撮影日にコラボ予定で、なるほど、で、コラボして、まあ、せっかくならナジさんも争ってもらおうと思って入って一緒にやるんですよ。いやもう、それで、ね、まあ言うたらリゼムですよね。リゼムの争いですこの3人プラスの男子4人でビッグテレビです、はい、どこまで行けんすかね、ちょっと楽しみですけど。ピッチレベルで、ね、至近距離なんだ、ね、テクニカルエリアぐらいは行けるんですね。スピードシュートスピードとか感じてみたいよね。いやー、ね、本当にです、もうちょっとで時間来るので、はい、このメンバーで行ってみたいと思います。はいはい、今日注目選手ピッチのフォールマルセロナ、誰が注目しますか。いやもう、ニーニーですよ。アンドレス、アンドレス、アンドレスのみですよ。アンドレスのみ。いや、まあ、でも、シュースターはもう注目選手しかいないね。バルセロナがどれぐらいの勢いでやってくれるのかって、そう、謝れてても昨日の夜ついてるみたいな。新宿練り歩いてたもん。そう楽しみ。いや、楽しみ。楽しみ。あのこれからアップなんですが、はい、アップ中は撮影 NG ということで、はい、多分あと10分後ぐらいかな、5分ぐらい。やばいっすね。ほんと間近で撮ってるので、これはガチでやばい。いやー、アクシデントですね。多分バルセロナの選手たち疲労があるので、多分アップ時間短くしてるのかな。あ、短い言うても今15分ぐらいのところまで粘ってたけど、アップが見れないという事件がそんな出てこないっていうぐらい出てこない。出てこなかった。で、退却。まあ、中行けた。中行けた。まあ、イニエスタは見れた。アンドレスはね、先頭で見れた。先頭を切ってましたね。はい、やっぱスーパースターって反応効かないっすから、ね、反応効かない。村井くん？村井くん。もうやめてくださいよ。見つけちゃった。今日はさ、ナスさんのあれじゃないってウキウキしちゃったから。カメラモードじゃないんだから、今日はプライベートなんだから。あ、プライベートの。ダメよ。ちょっと本音さん、那須さんちょっと待って、ちょっと那須さん招集したいんですけど、はい、なんでリゼムだけなの、あれ、いや俺声かけてないんだけど、たどり着いたじゃないですか、ここに。いやいや、まあ、たどり着いたけどさ、ちょっと那須さん、はい、なんかリゼムにそのチケットをね、はい、そのすっごいチケット、あのピッチレベルまで行けるようなとこをね、はい、なんかこれですか、わしにもその挑戦権くれよ。おいなんでやねん。いや、ナスチャンネルめちゃくちゃ出てるじゃないですか。いやいや、それはもうちょっと嫉妬しましたよ、僕は。マジで。いやいや、うわ、俺に声を入れてくれないかな、ナスさんじゃね、ちょっと。もう見放されちゃうかなと思って。いや、俺はね、そろそろ俺のチャンネル飽きたかな、こいつら。やばぁ。おぉ、We'll be right back.
さあ試合が始まりました。はい、ということで今回はこれでお別れしたいと思います。皆さんありがとうございました。